の数学者、天文学者。メートルの基準を決めるための測量を行った一人で、ある。フランス北部の都市アミアンで生まれた。子供時代の熱病により目を痛め、数年で失明すると宣告された。本を読めなくなる恐れから、記憶に留めるために、多くの本をむさぼり読んだ。ギリシア語、ラテン語の書物を単独し、イタリア語、英語、ドイツ語に堪能となり、 レグイメトドフェシール・ポワーアプランドル・ラ・ラング・アングレーズを出版した。後に数学を学んだ。1771年からパリで金持ちのジャンクロード・ジョフロワ・ダシの息子の家庭教師を務め、ジェローム・ラ・ランドに天文学を学び、ダシによって小さい天文台を立ててもらった。1791年5月に王立協会のフェローに選出された。さらに、 1792年にフランス王立科学アカデミーの会員となり、1792年から1799年の間、ピエール・メシャンと共にダンケルクからバルセロナの間の四五千個長の測量を行った。1801年、科学アカデミー数学部門の就寝初期に任じられ、生涯その職を務めた。1807年、 コレージュ・ド・フランスの天文学教授に任じられ、パリ天文台の大長に任じられた。1821年に、レジ・オンド・ヌール勲章・オフィシエ賞が授与された。天体力学の分野の初期の研究者であるとともに、晩年は天文学史、イスト・ワールでエル・アストロノミーなどの天文学史の著作も行った。球面三角法の分野のドランブルの公式に名前が残っている。 また、月のクレーターにも命名されている。ありがとうございます。